ジェロメン心にビタミン C バリトン系お疲れ様です。ちょっとさっきふがいと手洗いしてくるわ。ほんまもうすぐな、もう東京でほんまひどいいっぱいあるやつ、まあ、汚いからな、もうウイルスすごいからもう最近パンツ干してたのが落ちちゃった。パンツは手洗い派です。どうもクレジコバです。今東京滞在中でございまして、やったホテルからお届けしてるんですけど、今 8時15分ですね。本日は2つお仕事がございまして、まず1つ目はラディオに出演させていただきました。でその後すんごい取材が来たのよ。私で大丈夫そうっていう、これまだちょっとね告知できないんですけど、ぜひ皆さんに読んでいただきたい。ちょっと私事なんですけれども、年末のねちょっとある番組に呼んでいただくことが、呼んでいただけた、またちょっとこれも告知できないけど、これもおったまげるよマジで。もうこんなテンション上がることありますかっていうぐらいね。それに出演させていただくにあたって、最近食べ過ぎてちょっと太っちゃってたんで、もう撮影はもう収録済んだんですよ。その収録に合わせてちょっとお食事を制限したもんで、してたもんで今日はもう私好きなの食べちゃう、チートデー。今日ちょっと昼ご飯抜いてたんで、むちゃむちゃお腹空いてんねんな。でもちょっとこの格好じゃあれやから、もう先着替えてくるね。もうずっと食べてみたかったラーメンがあって、もうわかるよな。なじゃじゃん、ブルダックメン、いや、普段その正直カップラーメンとかも食べへんねんや。体にはま決して良くないじゃない。だから普段は食べないんですけど、どうしてもこれが食べたくって、あと辛いのめっちゃ好きやから、本当にそんな辛いみたいな。百聞は一見にしかずじゃん。ちょっとね、どこで食べる？まあ、でもベッドの上やしな。ちょっとこっち移動するか。じゃん、ズバリこちらでございます。今日ドンキで買ってきてん、470カロリー、すごい。もうでも今日は気にしません。なぜなら私は食べたいものを食べる。さっき水お湯沸かせいう話やんな。あ、一人じゃないって思わせてくれるホテル滞在、社長のおかげです。とりあえずオールフリーで。はーい、うまっ。あなたは本当にノンアル、そして糖質カロリープリン体全部ゼロなんですか？どういうロジック？これほんま自己満ないけど、ちょっと食事制限をしたことによる鎖骨で、あのほくろのこととかもええからね。もうチョコチップですかとか、鼻くそついてるよとかも、なんかそういうのなる。ええー、でもほんまに、お湯沸くまでね、ちょっと先にサラダ的なものを、私はこの大好きなねひじきの煮物いっちゃいます。これめっちゃ好きやねん。コンビニもう最近ご飯全部美味しいけど、自炊したいほんまに。基本お肉入ってるやん。こういうのがあると助かる。うまんない？やっぱこれうまいのよ。からのジーニアス。皆さんね、もうあと1ヶ月ほどでね終わるじゃないですか。どう、今んとこその目標立てたこととかって達成率どれぐらいですか？私は SNS での目標を立ててまして、1個はインスタグラムのフォロワーを12月末までに20万にするっていうのを目標にしていたんですね。もともとは10万人ってしてたんやけど、今年の1月とかってまだ4000人ぐらいしかおらんかったんやね。昔からフォローしてくださってる方本当ありがとうございます。で4000人やったのが、まあ、TikTok とかでちょっと動画がバズって、4月かの段階でやっぱその10万人っていけんなって思ったから、じゃあ20万にしようと思って。っていうのも、去年ザ・ W を受けていた時、準決勝行った時って2000人ぐらいやってんやんか。まあ単純にそれをまあ100倍したら、まあ20万人いけたらなんかすごい箔がつくなと思って。まあ今ね11月今日22日、17.1万人、ちょっと危ないなと思ってる。なんか自分がその定めたコミットメント、その20万人っていうコミットメントに対して、まあ、正しいマイルストーンを置けていたのかっていうところがすごく自分の中で反省点なんですけれども、まあね、あとはその年末に向けてしっかりと動画を上げていくっていうところで巻き返せるかなという、達成できないゴールではないと思っております。
で、あともう一個は YouTube の登録者数を10万人にするっていうのはもう超ここ最近、定めて、っていうのもあのアメトークさんに出させてもらった後からあのすごい伸びたんよ。10万人で銀の盾もらえるまで頑張りたいなと思って、でそれは達成も見えてます。はい、なのでちょっと年末になった時に目標達成できてたらすごい嬉しいなと思ってるって話してる間にできたお湯どれから食べるのが正解なん？教えてマイメロディーこのさ、なんかチーズ、これなんか辛くないって聞いてさ、私は0か100の女じゃん。今日君はこのゲームには参加できないんだ、ごめんね。なのでこの2つに決めたぜ。さあ4分、これで4分待ちます。いやー、あっという間やったよね。私当たり年だったのよ、36年の強運ね、ほんまそうやと思う。今マネージャーさん3人ついててくれてはって、何百人も多分見てはるねんけど、もうそのマネージャーさんたちの営業力とか、それがなかったらこういうメディアとかにも出させてもらってないし、だから運がいいって、なんか人がいいって思った。本当に一人でできることなんて限られてるで、ほんまに。お前はずっとうまいんか。でもどうしよう、ちょっとお腹膨れてきたぞ。これで下に下がった。全然どうでもいい話するとさ、やばないのどちんこ。しかものどちんこじゃないし、 ありがとう。4分経った。なんか麺の種類が違う。見て、なんかこっちはさ太めやん、こっち細め。楽しみ。お湯捨てるよ。うそ、全然辛そうじゃないやん、こっちとか。おお、色やば。ちょっとこっちはこれで放置してから。あ、シンプルごまとのり。あかん匂いしてるやん、もう。あのでも私、そのスンドゥブ、美濃と豊中に地元にね、オッキっていうすごい美味しくて有名なスンドゥブ屋さんがあんねやんか。でそこのスンドゥブ頼むときはいつも5辛プラス青唐辛子を頼んでて、で辛さにはだいぶ強いタイプなのよ。うん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 、色やばいよな。ま、食べてみよう。いただきます。あの前にちょっとどんな麺かさっき聞いてもいいですか。 Are you guys good man or bad man? ゼロ麺、おいしい。これは全然いける。うんうんうん、こんなん今まで知らんかったん、うち。めちゃめちゃ損してるやん。でさ、食べ物の話になるけど、基本的に好きなもの、食べたいものは食べるスタンスでいてる。うち朝ごはんってそんなに若干ヘルシー志向のものを食べてるから、好きなもの食べれるのってもう昼か夜なんやん。でも夜ってさ、ちょっと気使うやんって思って、好きなもの食べるのどうやろって思っててんけど、コロナになって味覚障害になって3、4ヶ月味なかった時にの経験があるから、もう食べれる時に食べときたいってめっちゃ思ってるし、で夜食べすぎたら朝ごはん抜くねやんか。いや、そういうところで調整してる。食べたいって思うものを食べたい時に食べたい人と食べるのめっちゃ幸せちゃうって言ってる間に次これいくわ。これちょっとやばそうじゃない。あー、ちょっと匂いがもう辛い匂いしとる。まず美味しい。ただ辛いかったら甘辛い。たまに食べるカップ麺ってほんま美味しいよね。一個思ってんけど、これハラル認証、ハラールやん。ってことはイスラムの方も食べれる。別にね、そのお肉食べへんがいいからとか、ペスカタリアン、ビーガンがいいとか、そういうことでやってるんじゃないのよ。たまになんか何が言いたいんですかみたいな DM 来んねん。意識高い系ですか。よっしゃ、おい、自分の人生来てください、みんな。よろしいか。うーん、んどっちが辛いの、もう。でも出来辛いか、こっちが辛いねんな。でもなんかこっちの方が熱いからかな、こっちの方が今辛い。そしてごめんなさい、お腹いっぱいです。来年ここはね、朝の情報番組とか出たいよね。朝一このテンションうっせーなーみたいな思われる方も多いと思うんですけど、朝は元気に行こうよ。うんうんうん、お腹いっぱい。あとこんだけ残ってんねんけど、ほらこんだけ残ってる。
でもお残しは許しまへん、ほんまに。これをさ、やった、こう取ったらよろしいな。あ、全然いけますね。でも今日新橋虎ノ門のアパホテル泊まってんねんけど、今日はねラジオ局まで、まあ、片道だいたい50分ぐらいやってんやん。でまあ往復してるやん、まあ、2時間ぐらい歩いてるし、取材もこっから、まあ、歩いて20分ぐらいで往復40分歩いてるし、まあプラマイきっとプラやけど、まあでも罪悪感少ないよね。さてこっちの方が辛いのなんでなん。あとはタレだけ完食しました。うー、食べ過ぎた。うー、そのカップ麺を2つとか食べるもんじゃないのよ正直。いやでも辛かったけど、なんかそのソース全部入れたあかんとか、なんかこういうね、あのミルクとかなんかコーヒーとかジュースとか用意しといた方がいいですよみたいな YouTube でやったけど、そこまでではない。ごめん、全然完食いけます。ただちょっと明日の朝通勤の名がちょっと心配だよね、本当に。ちょっと休憩挟んで私スイーツぶっ込みたい、スイーツぶっ込みたいけれども、ちょっと一回横になりたい。食べて寝るって最高じゃない。若い時とかさ、むっちゃお酒飲んでたし好きやったから。でも金土なんかもう飲んでそのままコンタクトも化粧もそのままで寝て、もう最悪みたいな感じで次の日目覚めるみたいな、そんなんばっかりやってたけど、芸人目指して、まあ、目標達成するまでお酒飲まへんってもう決めて、もう今年の1月から飲んでないけど、そういう食生活とか生活習慣が整うと肌って蘇ってくるよね。よく禁酒できましたねとか言われんねんけど、願掛けです。だからあの何の科学的根拠もないし、そこにロジックなんか何もないから、ただ自分が知名度を上げて皆さんに知ってもらうまでの間に、なんか変なことで取り上げられたくないやん。新宿2丁目でクレイジーココ聞こうとかさ。そうなの、何の話。やっぱ昭和の人間なんよ。ジンクスじゃないけど、だからジンクスで言えば、ジンクスってあれやけど、そのテレビの収録とか、なんていうの、ネタする時とか、ショーレースとか、そういう時は絶対、キレートレモン飲んでんねん。あの、っていうのも、去年ザ・ W 出た時に、もう緊張しすぎて、なんか喉カラカラなって、だからなんか酸っぱいの飲みたいって思って、で、それ飲んだら、準決勝まで行けたから、だからそっから、なんかネタをする番組の時とかっていうのは、絶対キレートレモン飲んでんねん。昔ながらの人間なんですよ。20は5。マジで食べ過ぎたけど、なんかもうデザート食べれるような気してきたな。何食べようかな。君に決めた。じゃん、かぼちゃのプディングにする。明日終われば大阪帰ってゆっくりできる。よくさ、え、ココさん大阪に住んでるんですかみたいな。そうなるよな、だって東京吉本所属やもんな。まあ、上京は今年の4月にしてきてんやんか。4月からだいたい6月ぐらいまでは東京におったんやけど、まあ、ちょっといろいろありまして大阪の実家に戻ると。でお仕事ある時だけ東京に来てる。でも大阪吉本所属の人が東京でのお仕事する時ってもちろん交通費出んねんけど、うちって東京所属やし、で自分のまあ都合で大阪戻ってるから、まあこういうホテル費だったり交通費っていうのも自分で出してんねんやんか。え、なんかそんなのもったいなくないですかみたいな、後輩とかからこないだエミレースの時のね言われてんけど、でその目先のことは見てない私は。こうやってまずは自分を知ってもらう、クレジーココスにこういう仕事やってもらいたいなって思ってもらってるだけでさ、すごいありがたくない。いただきます。うまっ。毎回食べてるけど毎年うまくなってってんのよ。うますぎて衝撃。どれぐらい衝撃かってちょっと表していい体で。だったー、ぼよよんぼよよんの CM を見た時ぐらい衝撃。あれマジ子供の時見てさ、あの CM 衝撃じゃなかった。なんか沼からだったーん、ぼよよんぼよよん、何をしとんねんってなったけど、何の CM やったやろな。ってぐらい衝撃なうまさ。何しとんねん一人で。コンビニスイーツさ、何が好きみんな。うちあの、ローソンさんの餅ドラみたいなやつあるやん。お芋クリーム入ってたやつ。あれむちゃくちゃうまかった。で、セブンさんやったら、これなんよ。
か、あの草餅めちゃくちゃ美味しい。ファミマさんはさ、やっぱあれよね、あのスフレプリン、あれ出てきた時ほんまもう天才やんと思ったもん。あれかバームクーヘン、めちゃくちゃ美味しい。まあ、そんな話してたらもうバームクーヘン食べたまってきたわ。あうまっ、キリマンジャロ、幸せってこういうこと。でも一人じゃなかったらもっと幸せだな。誰かと一緒にご飯食べたいなってマジで思うで、ほんまに。あうやっぱね、誰かと食べるご飯が一番美味しいよ。一人でこの美味しさ誰に伝えたらいいんですかと問いたいよ私は。で今日さ、すぐ話飛ぶけど、なんか自分軸って話になって取材中、なんかココさんはいつからそういう自分軸の人生歩めるようになったんですかみたいなこと聞いてくださって、すごい嬉しかったやんか。でもやっぱ自分自身が多責やったりとか自分の人生生きてなかった時期があるから今があるし、結局はどっかのタイミングでこれじゃあかんなって、まあ、気づけるか気づけないかのなんていうのだけの話やと思ってるから、最初からさ、もうなんか10代20代でも自分軸でみたいな子ってまあ珍しいやん。やっぱいろいろ経験して自分もすごい嫌なやつやったなとか、まあ、あの恋愛ですごい傷ついたなとか、あの仕事でなんか挫折したなとか、なんかそういうのがあって、影の時代があったからこその今自分が好きなことできてるし、好きなことを見つけられたと思ってるから、だから私なんかみたいな、ね、たまにそういう DM もいただくねんけど、みんなできるからね。うちがこういうなんていうの、35から芸人を目指し、 CA も27からなってるからちょっと遅いけど、あんまり年齢のこととかうち全く気にしてなかったから、普通に考えてちょっと遅いやろうな、でも遅いって何ですかってか普通って何ですかって感じだったから、そのマインドでみんな行こう。まあね、残り1ヶ月まだありますんで、まあ、来年をより良くするために今からねできることってのやっていきましょう。とりあえず私は目標達成に向けてあと1ヶ月頑張ります。じゃあちょっとこれ食べて湯船つこってリラックスして、明日オーディション決めていきます。ほなまー。